江面よしみと申します。主に革でバッグのデザインと製作をしております。初めて個展をしたのが1985年ですから、もう37年ぐらい、こんなことをしています。年に 1,2 回、個展をしながらやってまいりました。自分でとても好きなことをやりながら人生を歩んでいきたいという漠然とした目標があったもんですから、母が反面教師だったっていうのが強かったような気がします。今から思えば、あの当時の女性はみんなそうだったと思うんですけども、自分のまあアイデンティティを確立するためにどう動くなんていう、そういう贅沢は許されなくって、自分がある程度の年齢って振り返ってみると、自分の好きなことを何もしないまんま年を取ってしまったっていうことをとても嘆いていて、本当はこうだったら私はこうしたのにって言いながら、それを時代のせいにしたり、どんなシチュエーションでも自分でやりたいことはやっているっていう人生を歩みたかったんですね。好きなことを捨てちゃうって、きっとものすごい辛いことだと思うんですよね。いろんなことを、あ、これダメこれダメこれダメ、これ向いてないこれ向いてないこれ向いてない、それの繰り返しを、まあ、やってきたから、バッグとかカバンに会えた時にこれだって思えたんですよね。ピタッとはまるものが分かったから、それがちょっと遅いけれども、そうするとその時にエネルギー出せるので、それで良かったと思ってます。その好きなことを種火にして持っていた方がいいよって思いますね。きっとその種火がぼって燃える瞬間がいつか来るから、好きな今食べるためだけに辛い思いをしているような人でも、まあ遅咲きかもしれないけども、きっと良かったっていう人生を歩めんじゃないかなと思いますね。よくやるよねこんなことっていうようなバッグを作ってみたり、誰が使うのかしらねっていうようなことを言われたりしても、売れなくても好きなことを好きな形にして表現をしたい、そういう楽しいことを考えることで自分をそういうことを言って鼓舞してるっていう感じです。Thank you.